お座りと一緒で、伏せの時も少し手の補助を一回、ああそうそうそうできた、ね、この伏せの時にちょっとだけ上から伏せ伏せ何か行こうとしたね。こんにちは、ドッグトレーナーのさとみです。今回は前回のお座りの教え方に引き続き伏せの練習をお伝えしていこうと思います。今日のモデルはですね、ポメラニアンのココちゃんです。前回モデルしてくれた子と同じお家に住んでる子です、ね、よろしくお願いしますね。ここ前回のしんちゃんと違ってちょっと動きがいい子なので、もしお座りで吠えとか、飛びつきの抑制が難しい場合は伏せって言って、よりこう動きを止めやすい練習を入れていく方がいいので、今回はその方法についてお伝えします。今回も初級中級上級に分けて教え方をお伝えしていきます。かっこいいね、かっこいい、かっこいい。まず練習の前にリードつけてください。 OK。実は今日この子トリミングしたばかりですごい可愛いカットになってます。可愛いね、そっか。前回同様におやつを使った方法からお伝えしていきます。うん、おやつ好きなの俺、いいね。では伏せのやり方なんですが、かっこちょっと入れ、はいはいはい、カチカチ、まずおやつで誘導してあげて、伏せを教えるときはお座りのときは上だったんですが、伏せのときは下です。ただお座りした状態で伏せを教えてもいいんですが、ワンちゃんの体の構造を考えたときは立った状態から伏せを教えてあげた方がやりやすいです。なので動きがバタついてて一回動きを止めてから下にやった方がやりやすい子はお座りから伏せを教えてあげてもいいんですが、そうでない場合は立った状態から教えてあげてください。ちょっと入れ、まず立った姿勢にしますね。でお座りと一緒で伏せの時も少し手の補助を入れながら教えていきます。クック伏せ、このままゆっくり下に持っていきます。あまり早く下に持っていきすぎると首だけが下に下がっちゃって体がついてこないので難しいね。クック難しいね、クック難しいね、伏せ、はい、いいよ伏せ、はい、伏せ、あらすごいじゃん、上手上手上手。おやつあげたらしっかり褒めてあげてください。食べないの？ペなの？ちょっとおやつも硬そうだ、硬そうですぐ食べれない場合はちっちゃくしてあげたりとか、柔らかいもの使ってあげてください。できた？オッケー。食べるの苦労したの？あ、そうですか。はい、ここここ伏せ。今ご覧になっていただいたみたいに、おやつにずっとついてくる子だったら教えやすいんですけど、でもこう加えない子とか意識、おやつへの意識がちょっと弱い子はもう手の補助を使って教えていってあげます。でおやつを使ってる意味っていうのが、こうおやつをに意識を持っていくことで教える時間が楽しいっていう印象付けをしたりとか、あとおやつに集中してていつの間にかその姿勢が取れたって、こう初めて座れとか伏せをする子って姿勢を取ることがちょっと抵抗に感じるので、その抵抗を取り払ってあげるためにおやつっていうのを使っていきます。なのでおやつを使っても他に集中していてこっちに意識が向けられなかったり、あと動きをむしろ邪魔してしまう場合はおやつを使わない方がいいです。なんで今本当は立った状態で教えてあげたら一番いいんですが、この子の場合はそんなに追いかけてこないので、一回、ああそうそうそう、できたできた、お利口ちゃん、お利口のボボボボ、かわいい、だんだんできてきましたね。なんでだんだんおやつを使ってどういう動きをしたらいいかっていうのがワンちゃんが分かってきたら動きがスムーズになってきます。わーい、こっこ、伏せ伏せ、ん、あー上手上手、下だね、そういいね、上手上手、アリカーさん、あーおいしいおいしいな、かわいいな、いいよ、はい、アリカーさん、いいね。で伏せもお座りの時と同様で姿勢がこうもぞもぞもぞって動いたりとかできるだけしない方がいいので、ワンちゃんがもし動きが良くて伏せっていうよりもほふく前進してるとか別の動きを覚えそうだなって場合はフォローして教えてあげます。今から中級上級で日常で使っていくための伏せの教え方をお伝えしていきます。お座りの時と同様にまずリードをつけていただいて、伏せの場合はですね、お座り上なんですね。でお尻をこうしていくとお座りになるんですが、伏せの場合は下に引きます。ただこうよいしょ、この首からまっすぐ下に引いてしまうと前足が突っ張ってしまうので必ず斜め前に引いてあげてください。ただこれも引きすぎるとワンちゃん自身の体が前前前に行ってしまって、伏せっていうよりはほふく前進みたいな動きを教えてしまうことになるので、ワンちゃんのこの体の軸が動かないように引っ張っていきます。で伏せの時はできたら支えを手を上から
少し押さえてあげて伏せ、よいしょ、そうそう、上手上手、パタンって折れるところが出てくるので、その状態までいったら力を緩めてあげて、ワンちゃんが自発的に伏せに行くようにしてあげてください。伏せ伏せ、よいしょ、ゆっくりでいいですよ、そうそう、あら、おりくんさん上手、あら。でここでもし褒めた時に、あ、やったーってこう伏せ以外の姿勢に変わっても戻してあげてください。でしっかり伏せの姿勢で今褒めてるんだよっていうのを教えてあげます。はい、もう一回、はい、もちろん遊びの中だったらパパってついた瞬間に伏せでよしとしてこういっぱい褒めてあげていいんですけど、日常生活の中で指示として使っていく場合は伏せって言ってその指示をキープできるっていうところまで教えてあげた方がクールダウンしやすいので、それを想定して今は伏せって言ったらしばらく伏せの状態で入れるように教えていきます。伏せ、そうそう、上手上手、いいな。あまり力を入れなくていいので、グッと押すときに、あ、これすごい力がいるなって思ったらと押している場所がちょっと悪いかもしれません。その場合はこう後ろに押したり前にちょっとずらしてあげたり工夫してあげて、ストンと体が下に落ちるところを探してあげます。まあ、おやつで最初姿勢を教えるのがスムーズにいってればこの段階もスムーズに伏せできると思いますので、ぜひやってみてください。それでは上級の教え方に入ります。で上級はですね、もう完全に人の手がなくても距離が離れてたりとか他に誘惑があっても指示が聞ける状態を目指して教えていきます。ではリードを外していきますね。伏せ、今動いてるのを伏せ、体で止めていって伏せ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 、ギュッと下に、そうそうそう、伏せね、伏せ、そうよし、伏せね、そうじゃん、はい、いいか、もう一回これ何回か繰り返していきます。あか、伏せ、あ、飛んだ伏せ、飛んだ子がおる、伏せ伏せ、えー、よりか、たまたまやろうたまたまやろう、かっか、くっく、くっく、伏せ、かっか、あ、逃げた伏せ、かっか、かっか、かかっちゃったか、かか、伏せ、でこの伏せの時にちょっとだけ上からポンってやってあげて伏せ、もうスムーズにいけばバッチリです。あ、伏せね、伏せ伏せ、何か行こうとした、何か入ろうとしてやる、今やめて変なことばっかする、伏せ伏せ伏せ、どうしようね、どうしよう、すごいな、ちょっと伏せたままにして、よいしょ、OK、これもあの上級の中の本当に最低ラインの部分なので、これよりもっとこう遠くに離れてても伏せって言ったら聞くようにするとか、声が出た時に例えばチャイムが鳴って声が出た時に伏せってそのまま遠くの距離から言って聞くようになるまでとか、また別の練習になるので、続きご覧になりたい方はポップガイドプラスっていうサブスクのサービスの方に載せておりますので、ぜひそちらをご覧ください。頑張ったね今回もご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら、いや、さようなら。